はい、こんにちは、矢田部です、はい、今日はですね、栃木県の矢板、そうですね、矢板ね、新保さんね、はい、あのうちのほら YouTube のさワンオールって出てるでしょ、そこの社員さんです。はい、ワンオールの新保です、お願いします。この間出てたよね、一回ね。出ました出てたよね、さらっと出てたんだ。まあ今日は、この、矢板ユースのサッカー大会フェスティバル、フェスティバルです ね。こっち側が今やってるのが青森山田高校と北越高校という感じ、はい、ちょっともうピッチがやばいよね。めちゃくちゃ綺麗です。めちゃくちゃ綺麗で、あれなんていうの、ベルフェ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 、焼いた。じゃあちょっと会場雰囲気ね、今こうやってね、矢倉立って、こうここから撮ってる映像もね、矢倉の上行っちゃおうよ撮りますかよいしょ。これ新保さんまたあれでしょ、はい、編集するんでしょ。そうです、撮影して編集します。ゴーグルってこうやって使うんだねちょっとワクワクするねでもこれ今日2日目でしょ。2日目です。2日目ね。あ、炊き出しシーンちょっと撮り行く、行く、一緒に行く、はい、行きます、ね、行こうよ、行きます。こんにちは。皆様は どこのプレス？え、全然プレスじゃなくて、あの YouTube で上げる。YouTube でこれ今回上げるんで、そうそう、何やってんのっていう。何を私たちも何やってんのって思ってる。すいません、お互い様で。ボランティアグルメ。ボランティアグルメ。ありがとうございます。まずバナナ。そうです。覗き込む。あ、そうだ。バナナ。飲み物。こちらカレー。こっちからね、はい、こっちは見ていい、見ていいよ。うわ、すげー、ほら YouTube に上げてね。あ、ありがとうございます。 YouTube に乗けるんだよいやー、ちょっといい感じでね、あのいろんなチーム来てて、こうやってね、活気あるね。お昼、お昼食べてるなぜ、こんにちは、こんにちは。ここはどこ。旭川です。え、旭川から来てんの、はい、超遠いじゃん俺12日に札幌行くよ何も関係ないごめんごめん、食事中頑張ってね、はい、頑張ってね。ね、今回ね、来てるのが高校のツアー、今回青森山田とかも今いたんだけど、山梨学院とかね、はい、強豪校いっぱいいるんだよね。そうですね、いるんで、そういったところに行きたい、このね、今回見学ツアーと、はい、あとね、結局俺トレーニングもするっていうところ、完全に俺も一緒に走るところになりました今こんな格好してるのにちゃんとやります。スパイク持ってきましたね。なんかまあこんな雰囲気なんだけど、いろんなところで、トレーニングしながら、いろんな先生方と、指導の相談ができるっていうツアーですね。こんな感じ、ね、まあ快晴で素晴らしいですね。今ベンチの真ん中の受付のところですね、隣、川崎先生です。はい、川崎先生です、はい、よろしくお願いします、ね、あの星稜の元監督です、はいはい、今コーヒー入れてもらってますコーヒー入れてもらってます。大変寒いので ね、はい、これで行こう。こんな感じでやってます。この脇です。こうやってね、こっちご飯食べてます映るとご飯食べてるシーンが映るどう？ピッチサイド。めっちゃ見やすいです。どう？この距離の青森山田。どうですか？迫力がすごいです。迫力がすごい。ゆとりから縦で全部通るって。テレビで見るのどう？違うの？全然違います。声もめっちゃ聞こえてくる。声聞こえる。あ、慣れそう自分も。いや、慣れますね。慣れる？おー、頑張ってね。ね、これ名古屋高校と、矢板中央。どうですか？え、すごい。すごい。バスピードってか、うん、止めていけるが、うん、すごくできてる。
やっぱ中学校のチームと違う。全然違う。スピードが違うから。スピードが違う。どうですか。なんか迫力がすごいと。迫力すごい。やっぱこの距離違う。違います。一番こうすげえなと思うのは何？選手たち見て。プレスのスピードとか。プレスのスピード。とか。うん。切り替えのなんか、うん、攻守の切り替えとかが、うん、すごい切り替わってるからすごいなと思って。攻守の切り替えが切り替わってるのがすごい。すごいと思う。慣れそうこういう風に。多分慣れると思います。なる。